して、あの止めましたね。注意じゃなくて、警告じゃなくて、あそこ横断歩道じゃないですか。横断歩道だから、はい、完璧にあれどかすまであなたいなきゃダメなんじゃないですか。職務上、職務上あの人たちはすぐにどかすって言われたから、うん、私もそれを聞いて、うん、一旦離れたんですよ、はい、でもどかさなかったですよね。それで、ね、あなたが向けられるのはその理由は何でしょう。どかさなかったですよ、ね、消しましょう。じゃあまずは消しましょう。消しません。あ、いいですよ。では、うん、いいですよ。今から中央警察署行きますんで、厳重注意、はい、厳重注意っていうのは誰ですか。厳重注意に向こうの方にしておりません、ね、はい、が切符を切らなかった理由はどうなんですか。現実すぐどかすってことで、はい、だけどすぐどかさなかったっていうことは今確認されましたよね。まだ私らが見る限りではすぐどかすってことで、はいはい、でですぐ動かせる状態でもあったんでですね、はいはい、だけどどかしませんでしたね。実際には今から動かしてです。はい、はい、で警備員前も後ろもいませんよね。先ほどまで、あの道路の使用許可を取られとって止めたっていうことも聞いてます、はい、だからこそどかしてくださいってお願いしました。道路使用ですけど、あなたが取る理由はわからないです。やめてください、はいはいはい、取らないでください。取らないでください。道路使用許可がそれ分かりましたから、時間はだからもう中央警察署今から行きましょう。どうぞ行ってください、うん、ただあなたの業務の適正化を証拠に残しておかなきゃダメなんですよ、はい、私が後から復帰申し立てするために。公安委員会に、うん、それとあそこ時間がね、はい、警備員がもし道路使用許可が出てたとしたら、はい、出てない時間帯にやっていて警備員がいなかったら道路使用許可の許可ないですよね。道路使用許可の、うん、いいよ、あの私も時間を確認して、はい、でも過ぎていることを言ったんで、はい、すぐどかしてください、はい、分かりましたって言われたんで、はいはいはい、すぐどかすっていうことで作業もされよったんで、はい、私もね、はい、確認をせずには出ました。はい、言われる通りです。はい、じゃあ